今回紹介するのは、朝鮮戦争と日本・台湾侵略工作という本です。日本共産家の陰謀を暴く、戦後数十年がたった頃から機密文書が次々に公開され、日米戦争を仕組んだのは、実は米国のルーズベルト大統領であり、 ルーズベルトを影で操ったのはルーズベルトの側近や米国の主要艦長にスパイを潜り込ませたソ連のスターリンであったことが分かってきたスパイはもちろん日本にもいた近衛文麿のブレーンだった朝日新聞の尾崎秀美がその代表格である日本は完膚なきまで叩きのめされたが 戦後東アジアは一挙に共産化が進んだ朝、戦戦争の勃発で米国はようやく東アジア石化の脅威に気づき韓国の崩壊を防いだ国連軍のマッカーサー司令官は中共の介入を招いて解任されたが帰国後米国の議会で日本の戦争は自衛のためだったと証言するに至った朝鮮戦争は日本に特需をもたらし 日本経済復活の足掛かりになったが、本書を読むと日本共産家を企くむコミンテルンとその忠実な犬である日本共産党の暗躍ぶりがよくわかるよくぞ助かったと立然とせざるを得ない我が国は平和が続いたせいかき禁止期が足りない本書が広く読まれることを期待する以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。